どうもこんにちは、BookTuber のまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで今回は読書大好きな僕が最近読んでマジで良かったなと思った本を3冊紹介していきたいと思います。このチャンネルでは僕が読んで面白かった本や話題の小説などを紹介している本のチャンネルなんですけれども、今回紹介する3冊はですね、どれも久々にめちゃくちゃ感動したなという本を集めましたので、ぜひ皆さんが読む本の参考にしていただければなと思います。特に3冊目はですね、ここ最近で一番面白かったなと思った本なので、ぜひ最後までご覧ください。それでは1冊目から参りましょう。最近読んだおすすめ本1冊目がこちらです。井上真紀さんのアリアドネの声、想像の限界を超えるどんでん返し。はい、ということで1冊目がアリアドネの声という作品なんですけれども、この作品ですね、去年2023年にかなり話題になったミステリー小説になってまして、最近ですね視聴者さんからもマジで良かったですというコメントをいただいていたので、ついに僕も読みました。結論としてはマジで面白かったです。動画の冒頭にですね、どんでん返しと言ったんですけれども、この作品の良さはどんでん返しっていう部分ではないのかなと個人的には思ってますので、そこの良さも含めてこの作品の魅力語っていきます。まずあらすじなんですけれども、この作品主人公が過去に救えるはずの事故で兄を亡くしてしまう春尾というキャラクターが主人公となります。春尾はですね、昔兄と一緒に洞窟に冒険に行くんですけれども、なんとそこで兄が足を滑らせて溺れてしまうんですね。主人公は幼かったのも相まって暗いところが苦手で、洞窟の奥に進めずにお兄ちゃんだけが洞窟に進んでいって足を滑らせてしまったという事故を経験します。そんな昔の事故を引きずってか、春尾は災害救助のドローンを作成するベンチャー企業に入社します。自分が作ったドローンでいろんな人を救える、兄のような救えた人たちを自分が救うという気持ちで入社したベンチャー企業なんですけれども、その企業の業務の一環で障害者支援都市ワノ国という場所に向かいます。目や耳が聞こえない方だったり手足がない方が暮らしやすくするための都市、それがワノ国という都市なんですけれども、そこで自分が作ったドローンが活躍する、それを見学しに行ってくれないかということで、主人公はそのワノ国という都市に行くんですね。ですがその都市に向かった際に巨大地震に遭遇してしまいます。ほとんどの人間が避難する中、なんと一人だけ地下に閉じ込められてしまう女性が現れます。そしてその女性はなんと見えない、聞こえない、喋れないという3つの障害を抱えている YouTuber 中川ひろみという女性でした。崩落と浸水で救助隊の侵入は不可能、6時間後には安全地帯に向かう通路さえも塞がれてしまう、そんな絶望的な状況の中、主人公の春尾は1台のドローンを使って見えない、聞こえない、話せないという3つの障害を持つ中川ひろみを安全シェルターに誘導するというミッションに挑むという話になっております。はい、ここまでが序盤のあらすじなんですけれども、このあらすじとか序盤の展開だけでも一体どうなるんだってなると思うんですよ。でここからがこうどん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 ね、主人公の過去のその兄の出来事やこのドローンを使うっていうこと、そして障害を持ってる人たちの生き様だったりとか、全てのね要素が絡み合って行き着くラストっていうところが、とても読み応えのある作品になってます。この著者の井上真紀さんという方は僕めちゃくちゃ好きなんですけど、その可能性はすでに考えたというミステリー小説がかなり有名な方です。特徴としては結構なんていうんですかね、理系チックなちょっと難しめのミステリーを書く方っていうか、そういう印象が強い方で、めちゃくちゃ面白いんですけどね。そんな方のどんでん返し小説ってことで読み始めたんですけれども、理系的な知識ちょっと難しいかもしれないという方は全然大丈夫です。この作品ドローンの知識だったりとかがちょっと出てくるぐらいで、理系の知識とかちょっと難しい話っていうのは抑えめになってます。なので井上真紀さんという作家さん、初めて読むなという方でも全然 OK な作品になってます。むしろですね、このその可能性はすでに考えたっていう作品がミステリー小説のそのトリックが好きな方とか、その多重解決って言ってね、一つの事件に対していろんな解決策を提示するっていう、割とこうなんだろうな、上級者向けの方がすごく喜ぶような作品になってまして、そういう作品よりかは結構割と災害救助ドラマみたいな、そっちの方に結構重きを置いた作品になってるので、読書初心者の方でもめちゃくちゃ読みやすい作品かなと思います。でね、この作品の魅力をちょっと話していくと、まず主人公の魅力っていうのが結構あって、あらすじでも話したんですけれども、この作品主人公がもう過去にこうトラウマというか悩みを抱えながら登場する作品なんですね。
で、その主人公のトラウマ、兄を死なせてしまったトラウマの中に兄からの言葉でですね、無理だと思ったらそこが限界、人間に限界はないっていう言葉が結構兄からこう言われていて、で主人公もその言葉にのっとって、まあ、いろんな人にね、諦めたらそこが限界だから絶対に諦めるなっていう結構ね熱い言葉なんですけれども、まあ、そういう言葉を、まあ、自分の中の芯に据えてというか、あの亡くなってしまった兄の代わりにこう自分がやってやるぞっていう気持ちで救助用のドローンだったりとか、まあ、今回のその障害を持っている女性を救助する時もそういうガッツで頑張るんですよ。でもその言葉自体がですね、あの主人公のまあなんだろうな、ある種呪いみたいななってるっていう展開もありつつ、そこのね主人公の過去との決別だったりとか、ここからどうするのかっていう葛藤の部分もねすごく魅力的な部分の一つになります。そしてここめちゃくちゃ読みどころだったなっていうのが、ドローンで見えない聞こえない話せないっていう女性をこうシェルターに誘導する、どうするのっていう、ここのやり方というか描写がですね、めちゃくちゃドキドキハラハラして一気にこう読めちゃいましたね。ここめちゃくちゃ面白かったです。閉じ込められてしまって、もう視覚もですね、聴覚も使えないし、もう話せないんですよ。だから使えるのはもう手の触り心地とかこう触覚っていうんですかね、そういうものでしか脱出の術はない。じゃあそのドローンで声を出すとか光を照らして誘導するっていうのは無理なわけですよ。じゃあどうするのかっていうのがこの作品の面白いところですね。主人公の葛藤っていう人間的な部分の描写と、まあ、ドローンでどのように女性を誘導するのか、シェルターまで避難させるのかっていう技術的な部分、ここは結構ミステリー小説としての謎の一つになるんですけれども、まあ、それも描写されています。そしていや僕がですねこの作品読んで一番感動したなと思うのが、まあ、読後感なんですよ。でこの読後感はねネタバレできないのでこうふわっとした語りでいくんですけれども、まず先ほども言ったどうやってドローンでその女性を誘導するのかってところで、こう試行錯誤してねこういろいろ展開が動いていくんですけれども、その中でまた別の謎っていうものが浮かび上がってくるんですよね。言えないんですけれども、この謎に対してなぜなのか、なんでそうなってしまうのかっていうのが、あの物語の中盤からどんどんそっちがメインになっていくんですけども、そこのね真相というか一旦落ち着くんだけど、そこから思わぬ方向に行くんですね。ここのね思わぬところに行った展開っていうところがすごく心にジーンときて、そんなのありかよってなりました。僕は読んでて、でなんだろうな、なんか僕自身はですね、そのどんでん返しっていうところで結構ミステリー小説結構読んでるんで、些細なねどんでん返しじゃこうビビんないぞみたいな、そういうアイルシュのそのなんつうんですかね、余裕みたいな、心の余裕みたいなのがあって、あここからどうどんでん返しされるんだろうなみたいな感じで読んでたんですけども、もうそれをしてる自分がちょっと恥ずかしくなりましたね。これはまさかのところからの、どんでん返しがあって、いやー本当に読めてよかったなというか、こう読後余韻がねじわーっと広がるようなどんでん返し、最高の結末の小説ですので、皆さんがねおすすめしてる理由がようやく分かりました。どんでん返しちょっと慣れちゃったなとか、そもそもそのドローンでどうやって誘導するのか、そして、まあ、主人公の内面的な成長だったりとか、そういうのが読みたい方、まあ、ぜひぜひおすすめですので、こちらのアリアドヌの声ぜひ手に取ってみてください。ということで最近読んだおすすめ本1冊目が井上真紀さんのアリアドヌの声でした。はい、続いて最近読んだおすすめ本2冊目がこちらです。じゃん、雨穴さんの変な家2、社会現象を巻き起こしたマドリミステリー。はい、2冊目がこちら、変な家2という作品で、動画の冒頭でですね結構感動する系の小説ですって言ったんですけれども、この作品は展開的な感動ではなくて、話の構造的にいやこんなことできるんだっていう種類の感動の小説になります。まずこの変な家という作品、どういう作品かというと、著者がですね、YouTuber の雨穴さんという方なんですね。で、雨穴さんは結構ユーモアが溢れるような、なおかつちょっと怖いなって思うようなこう絶妙な塩梅の動画を上げている方で、そんな方のね変な家っていう動画がまずありまして、その動画の続編というか続きが、この変な家1の小説になります。でですね、この変な家、まあ、第1作目ですね、1作目が最近映画化されるかなと思うんですけれども、これめちゃくちゃ面白くて、というのも読者と一体になって物語を読む、結構体験型的な小説なんですね。
まず話の取っかかりとしては、まあ、主人公、まあ、フリーライターの主人公のもとに、まあ、知人がですね、ある家を買いたいんだという依頼が来ます。なんだけどこの家の間取りを見た時に不可解なところが一つあると。でそれが何なのか調べてほしいと言われるんですね。で実際にその家の間取りを見るんですよ。でここがリビングだ、ここが玄関だ、でトイレだ、お風呂だってなってる時に明らかに一つだけなんでここがあるのっていうおかしな部分があるんですよ。その家の間取りはなんで生まれてしまったのか、ここをどん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 突き詰めていくっていうのが変な家という作品です。この作品のめちゃくちゃ面白いところってその間取りを見て一緒に見てその間取りにある謎、ちょっとした違和感っていうのを読者が最初に覚えることができるっていうのもありますし、その間取りに隠されたストーリー、なぜその間取り、不可解な間取りが生まれてしまったのかっていうストーリーがどん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 展開していって、そこにいろんな人間関係だったりとか、ドラマ、そして意外な真実がどん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 明らかになって進んでいくという魅力がこの変な家を読んでて面白かった部分なんですけれども、まあ、そんな変な家の続編がこちらの変な家2という作品になります。変な家2はですね、前作であった間取りを見てその不可解な謎っていうところを突き詰めて物語を展開させていくっていうコンセプトは変わらないんですけれども、今回はなんと11個もの間取りが登場するという作品になってます。前作がですね、一つの家に対して一つの間取り図に対して、いろんな人間が、出てきたりとか、こう謎がどんどん深まっていく様子だったのに対して今回は11個ということで、これがまたですね、前作とは全く違った読み心地の作品で、ちょっと魅力を話していきますと、まずこの作品も、まあ、前作と引き続き主人公が筆者で、まあ、ウケツさんではないんですけども、まあ、筆者と呼ばれる主人公が変な家という作品、まあ、前作を書き終えてから、まあ、自分のところに僕の家の間取り、僕が知ってる家の間取りっておかしいですよねっていう相談がどんどん来てしまうと。そしてその中から特に不可解だなと感じた11個の間取りを紹介するというのがこの作品の序盤のあらすじになります。でこの作品のその入りというか物語の序盤も、まあ、前作に引き続き没入感がすごくてですね、もう最初にもう本当に体験型ミステリーで見るんですよ、間取りを。であれここおかしいなって僕もね、読んでて思ってて、でそこがどん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 展開されていくっていう部分は前作に引き続きあったので、間取り×ミステリーが面白そうだなと思う方は全然読み進められる作品になってます。そしてですね、この変な A2 の1よりパワーアップした点が11の間取りっていう数が多く出てくるっていうのもそうなんですけれども、その11個が最後の最後にどん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 つながっていくっていう、ここの連結感というか畳みかけっていうか、なんだろう、読んでいって読んでいって最後、あそことそこと、あこうつながんのねみたいな、このなんだろう、アハ体験的なここめちゃくちゃ面白いんですよね。ここがこの物語の後半にその、11個の間取りをつなげるパートがあるんですけども、そこがもう圧巻で、いやめちゃくちゃ感動しましたね。いやめちゃ美しいなと思って、ここをね、ぜひね、体感してほしいなと思う作品です。で、この作品のさらなる魅力、てか僕がめちゃくちゃ伝えたいところが、読みやすさなんですよね。この作品の性質上、こう間取りっていうね、まず図があって、その図に対して、文章を紡いでいくっていうタイプの作品なんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、11個の間取りっていう、まあ、数がかなり多いのもあってか、一つ一つの間取りやその事件が分かりやすくね、図解で示されてるんですよ。でこれがマジで読みやすいです。しかもこの作品、その筆者と不思議な間取りを送ってくる、相談主の2人の会話がベースで進められている作品なので、なんか文学的なその情景描写とかそういうところはもうなくてですね、そこはもう振り切ってなくて、あくまで会話がベースで、間取り図、不可解な謎を図で見せていく。そしてその図の謎っていう部分が一旦全部解決したかのように見えたが、また別の謎が浮かび上がってどん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 引っかき回されていくっていうところがめちゃくちゃ面白かったので、まあ、ここはもう本当に読書初心者というか本を読んだことがないですっていう方でもすごく入り込めると思います。またその情景描写がないから、その登場人物たちに感情移入できないっていうわけではなくて、まあ、ちゃんとその人間ドラマ的なパートもありまして、家にまつわる人物だったりとか、あそこの思いだったりとか、そういうものも結構会話ベースの中で
紡がれている文体は会話ベースなんで、その会話の中でどんどんその感情移入っていうか入り込んでいけるっていうところが、文体のうまさがですね、ひときわ際立つような作品になってましたので、何も問題なく読めますし、ただ一言シンプルに読み終えたら、うわ面白かったなって思えるような作品になってると思います。気になったという方はね、ぜひ手に取って読んでみてください。あとはちょっと補足で言うと、この変な家2の中に、まあ、前作のネタバレ的なものはほとんど含まれてません。なのでこの筆者と、まあ、栗原っていうね設計士の方がいるんですけれども、その2人がですねホームズとワトソン的な関係なんですよね。探偵コンビ的な役割なんだなっていうことをこう念頭に置いていけば、もう前作読む必要はないと思います。この作品でも単体でもめちゃくちゃ楽しめる作品だと思います。ですけど、まあ、間取りのミステリーとして、まあ、入門的なね感じで読むなら、まあ、前作のね変な家の方がおすすめかなと思いますので、まあ、ぜひ気になったという方はね、どちらからでもいいので読んでみてください。ということで、最近読んだおすすめ本2冊目が雨穴さんの変な家2でした。はい、そして最後になります。最近僕が読んでめちゃくちゃおすすめする本3冊目がこちらです。早見和正さんのザ・ロイヤルファミリー。この作品、涙腺崩壊確定小説です。この作品はね、泣きましたね。めちゃくちゃ泣いて、僕も読んでからもう早く語りたくて、まあ、1本ねこの前の動画で上がっているので、この作品どんな話なのかめちゃくちゃ気になるという方はね、前の動画ぜひ見ていただければなと思います。いや、この作品はねもう好きすぎるので、もう一回紹介させてください。まずこの作品ですね、大前提として、めちゃくちゃ心が熱くなって泣ける小説になってます。なんですが、この作品は、一応体としては競馬小説になってます。ここでね、いやー競馬興味ないんだよなーっていう方にこそね、そんな方にこそ読んでほしいのがこのザ・ロイヤルファミリーという作品です。まあ、前提としてこの作品、競馬の知識全くいりません。馬が人を乗せてこうレースをするっていう、その程度の知識があれば全然大丈夫です。この作品競馬小説とは言いつつも、競馬というね夢に見入られた人たちの家族小説になるんですよ。まあ、競馬というものもね、もちろん題材としてあるので、大事な部分ではあるんですけれども、一番のメインは人と人とのつながりというか、人間ドラマの部分が、この作品のめちゃくちゃすごい魅力的な部分になります。でここまでの情報を踏まえて、この作品のあらすじ説明していきますと、主人公はですね、クリス・エイジという人物になります。この作品ではクリスと呼ばれてるんですけれども、まあ、クリスは、まあ、父を最近亡くしてしまって、かなりね喪失感のある人生を送っているわけですよ。そんなクリスの元にですね、昔の知人から一緒に競馬に行かないかって誘われるんですね。知人の連絡をきっかけに、クリスは競馬を見て、そんな競馬に出走している馬のオーナーである、三の構造という社長に出会います。この社長と主人公のクリスはですね、レースをきっかけに縁を持ちまして、クリスは社長の秘書として働くことになります。そんな競馬を全く知らなかったクリスと、競馬に熱中している三の社長が、いつか有馬記念というレースに勝ってみせるという夢を追っていく物語になります。これですね、もういろんな感動ポイントが詰まってる作品で、まずこの作品、あらすじでも触れたんですけど、主人公がですね、競馬をあまり興味がないというか、競馬に興味がない状態から物語始まるので、まあ、読者的にはですね、全然競馬知らなくてもどんどん入っていけるような構造になってます。でしかもこの馬っていうものをレース競馬に出させるために、まあ、どういう手順を経て、どういう人たちが関わってレースが成り立っているのかっていうところも序盤に読めるので、もう取っかかり、もう入り込みとしては、めちゃくちゃ競馬知ってる人でも知らない人でもめちゃくちゃ入りやすい小説になってると思います。でこの作品のその一番のね読みどころも言うんですけれども、人の思いなんですよね。思いで、この競馬って馬に乗る人だったりとか、まあ、馬をトレーニングする人だったりとか、それこそ馬のオーナーだったりとか、こういろんな人間が関わってやっと馬がレースに出れるんですよ。でここのね、みんなの思いがつながって、レースをする、この熱さ、これがめちゃくちゃ読めます。もうひたすら熱くなれるし、実際のそのレースのシーンもあるんですよ。でこのレースシーンがねいいっすよ本当に。
例えばそのライバル的なね馬とかも出てくるんですよ。でライバルのその馬のオーナーだったりとか、ライバルジョッキー、あのジョッキーっていうのは馬に乗る人なんですけども、ライバルジョッキーだったりとか、こういろんな人間がね、そう、その2分か3分っていう少ない時間のレースの中にいろんな思いが集まって一進一退繰り広げる、馬たちがすごく泣けるし、熱いなってなりますね。で特にですね、この作品その20年間を、追っている小説なんですよ。なのでクリスがその三の社長に勤めてから、秘書になってからの20年を描く物語なので、メインとなる馬っていうのも、何頭か出てきます。でその馬の中でも全然気性が違う馬だったりとか、走り方だったりとかがね、違う馬がいたりとか、ここのですね、いろんな人間が変わっていく、馬も変わっていくし人間も変わっていくって、この20年という時間の、凄さ、どんどん受け継がれていく馬たち、人たちっていうところも、すごく魅力的で、いやーもう泣きますね。泣く、本当に最後の読後感の部分なんかは本当にすごくて、もう最後のレースがあるんですけども、最後のレースもひたすら泣いてましたね僕。もう読みながらもう読む、もうやめてくれってやめてくれっていうか、もう行け行けっていうのと、うわ負けるんじゃねえかなみたいな、負けないでくれみたいな、そのもう実際にこう競馬場で見るかのごとくもう入り込んでしまって、ちょっとネタバレになるんですよ、言えないんですけども、最後にね、最後の最後にこう感情の起伏がねすごいんですよ。でこう本を閉じる時にまた泣くっていう、最後の最後に泣く仕掛けっていうのがありまして、この文字だけじゃない泣く仕掛けがあるんですよね。これ実際に読んでほしいんですけども、最後の一文を読んで次のページに見るんですよ。でなぜか泣くんですよね、次のページを見ると、マジかっていう、もうあーマジかってなって、もうひたすらそこからこう余韻で泣くっていう体験ができる作品になってます。まあ、馬競馬とかね、あんまり親しみがない方でも多分ね入り込めると思いますね。だから人間ドラマのところが、かなりの魅力の部分を占めてると思うので、全然ね競馬知らなくても読んで入り込める作品になってます。しかもですね、これ読んだら多分競馬好きになると思います。馬たちが走るのがすごく感動的に映ると思います。心熱くしたいって、もうひたすら泣きたいっていう人はね、ぜひこの作品読んでみてください。はい、ということで最近読んだおすすめ本3冊目が早見和正さんのザ・ロイヤルファミリーでした。はい、ということで3冊紹介してきましたけども、いかがでしたでしょうか。どの作品もねもちろん素晴らしくて、僕が最近読んだ中では本当にトップクラスの面白さの3冊を紹介しました。まあ、特にね僕の推しはもう熱量でわかると思うんですけども、ザ・ロイヤルファミリーですね。もうこの作品は本当に良かったし、ここからも多分今年いろんな作品読むと思うんですけれども、いやこの作品を超える作品読むことができるかなっていう、結構マジで今年一決まったかもなレベルの凄まじい作品だったので、マジでおすすめですね。そして今手元にはないんですけども、アリアドゥナの声だったりとかもとても素晴らしいミステリーでしたし、あと変な家2もですね、本当に間取りのミステリーっていう、ここの新体験の部分だけで結構魅力がありますし、ここだけでもね読む価値があると思います。まあ、ぜひねこの3作品読んでみてください。読みやすさで言うと多分変な家2、アリアドヌの声、ザ・ロイヤルファミリーの順で読みやすいかと思うので、とにかく小説にあまり読んだことがないなっていう方は変な家2がねマジでおすすめですので読んでみてください。こんな感じでこのチャンネルでは僕が読んで面白かったなという作品や話題作なんかをどん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 紹介していくチャンネルになってます。ここからもですねいろんな小説紹介していきたいと思いますので、見逃さないようにぜひチャンネル登録と高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。またですね皆さんの最近読んだおすすめ本なんかもコメントいただけるとめちゃくちゃ嬉しいですので、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバーイ。いやーそろそろですね本屋大賞のノミネート作もう読み進めていこうかなと思ってるんですけれども、なかなかですね最近のミステリー小説とか新刊の作品でねまた面白いのがね何冊も出てて、読む順番がねちょっとどうしようかなと思っております。
ただ、まあ、僕の個人的なあれなんですけども、今会社の、まあ、仕事っていうか業務が、まあ、一旦落ち着いてて、割と最近ですね、残業時間短めで帰れるので、一般本読めるんですけど、まあ、これを機にね、どんどん読み進めていきたいなと思ってます。次はですね、直木賞の作品も最近読みまして、そちらの、紹介とかもちょっとね、やろうかなと思ってます。直木賞受賞作品、本当に素晴らしい完成度の高い作品だったので、ちょっとそれをね、次の動画で、ちょっと紹介していこうかなと思ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。17